92式装輪装甲車は中国が開発、製造する66の装輪装甲車である。外見はロシア製の BTR-80 やフランス製のバブに似ているがコピーではなく中国独自で開発設計された。92式のサイズは BTR-80 よりは小さいがバブよりは大きい。 WZ-551 は1984年建国記念日の軍事パレードで初公開された。当初は性能面で不備があり、後に改良された。車体はメルセデスベンツ2060のトラックをベースに開発され、自動消火システムや NBG 防護機能が装備されている。また、万が一走行中にタイヤがパンクしても、 一定速度で 100km の距離を走行することができる。定員は掃除牛、報酬、社長の3名の他に後部に9名の兵士が登場、可能。1984年に行われた建国記念日で初披露された 25mm 機関砲を装備する砲塔を備えた基本型で正式化されて量産が開始されたものの運用試験の結果を受けて改良が施され、 92式総輪装甲車が開発、正式化された。90式総輪装甲車の欠点を解消した車両として1986年に発表され、1995年から部隊へ配備された。人民解放軍の他に人民武装警察で広く使用され、海外にも多く輸出されている。車体を利用した派生型も数多い。同車は エンジン出力がアップしている。92式装輪走行車基本型。25mm 機関砲装備、92A 式装輪走行車 12.7mm 重機関銃を装備する走行兵員輸送車型。車体前面のヘッドライトの装備位置が違うのが一番の識別点。スリランカ軍の 92A 式 03B 式装輪走行車武装警察用車両。 スクリューを廃止し、12.7mm 重機関銃搭載の一人用、砲塔及びサーチライトや発煙弾発射機などの治安用各種装備を搭載。06式送輪装甲車武装警察用車両。足回りを44に変更。5.8mm 軽機関銃搭載の小型砲塔を装備。WZ 系列輪式定番。WZ-550 この他にも多数の派生型が開発されている。WZ-551 使用国 WMZ-551 式装輪装甲車、オペレーションフラッシュポイントシリーズ、ロープ、DR 中国人民解放軍が使用する、装甲戦闘車両として登場する。ロープ、RR 中国人民解放軍が使用する。バトルフィールドにチャイナの装甲車として登場する。 マーセナリーズにワールドインフレームス、アジアン軍が使用する総輪装甲車として、サラマンダー APC の名称で登場する。ありがとうございます。